どうもフリフリです。今回はですね、実際に私が誘われたマンション麻雀と実際に誘われた台打ちについてお話ししたいと思います。僕がですね、最初、仙台で働いてたんですよ。仙台でその、某チェーン店で働いていて、で東京に行ってプロ活動を本格的にやりたいなと思って、で転勤をねお願いしたんですよ。六本木店に移動しました。で六本木店に移動した時に、お客さんからですね、マンション麻雀にね誘われたんですよ。マンション麻雀ってこう本当にあんまりこうアンダーグラウンドなイメージとかあると思うんですけど、その時こんなの本当にあるんだと思ってちょっと驚きました。でそのね六本木のお店に行った時教えてもらったのが、そこのね、近くのマンション麻雀だったそうです。そこのね、レートがね、両ピンの6000円1万2000円で、祝儀がね一発赤裏ドラが2000円で、ビンタがね2000円のね麻雀でした。なのでそれってね、結構ね動く麻雀だったんじゃないかなと思います。聞いた話なんですけどねこれは。で、このね、ビンタっていうのは馴染みのねない方が多いと思うので説明させていただきますと、ビンタは、差し馬をね一緒にやります。この決められた得点の点数を超えているか、そうでないかで支払いの量が、倍になります。でそのね、基準点のことなんですけども、首と呼びます。それを超えると、首ができる。で下回ると、首が切れると呼ばれます。でそしてね、基本的にはですね最初のね持ち点である、2万5000点が、ビンタの基準点となります。当時ね、東京都内の雀荘はだいたいピンの、ね、25ぐらいのトンプ線がスタンダードだったんですね。でそれ以上高いレートっていうのは某漫画家さんの方が一回捕まってしまって、もうフリー雀荘の両ピン以上のレートはもう摘発するよみたいなこう暗黙な了解があったんですね。それでピンの、ね、雀荘のそのくらいのレートがあった。だからマンション麻雀でちょっと一段階高いレートがあって、そこどうだいみたいな感じで多分誘ってきたと思うんですね。腕出し飯したいね気持ちっていうのもちょっとあったんですけどね、そういうこともありました。マンション麻雀なんですけど、それ今でもまだちょっとあるみたいなんですね。麻雀僕ずっとやってたんで、そういう話をねちょいちょいこう耳にするんですよ。で去年聞いた話なんですけど、まだね東京都内にもあるみたいで、そこのね聞いた話だと、1000点1000円のビンタが1万円の麻雀です。でビンタが1万円なので、もし3コロでラスになると10万円はいかないかなっていうぐらいの金額ですね。結構動きますよねこのね15分のゲーム でそんくらいのお金動くわけですから。これ去年の話なんで、でもねまだねそのお店が営業してるかどうかっていうのは分かんないんですけど、こういうのもありました。で僕新宿のトンプー線で働いていた時に、お客さんからね高レートのマージャンのマンションマージャンの台打ちをやらないかって誘われたことがあったんですよ。でそのレートがすごく高くて驚いちゃうようなレートで、でそのねマンションマージャンに行って俺が金を出すから、ノリで、ちょっと乗ってお互い、割合をね何対何にするか分からないけど、そういう風に乗って一緒にマージャンをね打たないか組んで打たないかって、言われたことも、ありました。でこの時のレートがビンタがね10万円の麻雀だったんですよ。めちゃくちゃ高いです。僕実際には行かなかったんですけど、1000点1万円で、ビンタが10万円の麻雀ですね。で正直そのレートぐらいになると組打ちとかイカサマがあっても全然おかしくないレートですね。これトンプー戦だったので、しかもそのビンタが10万だと大体60万とか5、60万は多分1回で動いちゃうんじゃないかな。いやそれをねキャッシュでやり取りするってちょっとあまりにもねその時僕高いなって思った。ではさっき収入をお話ししたと思うんですけど、1ヶ月働いてこの30万円ぐらいしかもらってないような人間がそれで15分でこの50万も60万動くような麻雀は打てないわけですよ。そのマンション麻雀に参加しているっていう方はもうかなり有名な企業の社長さんでしたね。本当に上場している企業ので、本当に仲間内だけでこう集めてマンション麻雀やってるっていうところですね。多分そのね僕のね
新宿のトンプスに来ていたお客さんの方は、僕を送り込んで、あ、こいつも僕の、ね、友達で、ただの金持ちだからみたいな、こうカモを装って、送り込んで、刺客として送り込んで、そこで僕に勝たせてお金を得ようっていう算段だったと思うんですね。まあなんですけど、まあ、僕はね、その話は断らせていただきました。あとは、まあ、麻雀のね、この分散というのもあるので、それが継続的にね、そのね、10万円ビンタの麻雀がされるんだったら、トライしてもいいんですけど、ちょっと下振れて数百万負けましたみたいになって、そのまま終わりになったり、まあ、イカ様とか組打ちとかそういうトラブルがあったりとかしたら嫌だなと思ったのには、リスク回避をねしました。麻雀なんですけど、まあ、マンション麻雀で高レートの麻雀やってるっていうことも多いんですけど、まあ、もう一つのケースだと、セット、仲間内でやる、4人仲間内でやって、高額なレートをかけて、遊ぶ麻雀っていうのがありますね。高レートの麻雀だと具体的にちょっと名前出すの申し訳ないんですけど、だいたいビンタが2万円で1000点1000円ぐらいの麻雀をやって、だいぶ勝ってたみたいですね。なんで、まあやるならね、セットが多いみたいですね。僕今回マンション麻雀のお話ししたんですけど、マンション麻雀はこれは本当はこれやっちゃいけないことなんで、これ誘われても言っちゃいけません。はい、僕も断りました。なので、ね、こう皆さんはね、ちゃんと健全に麻雀楽しんでください。はい、どうもハリハリです。今ですね、マカオの麻雀ルームに来ております。で、今回はですね、このマカオの麻雀牌は日本の牌よりもとても大きいんですね。これ、大体大きさがね、約2倍ぐらいあります。で、この麻雀牌を元麻雀プロがモーハイにチャレンジします。はい、今回ねモーハイするのね初めてです。なんでちょっと久しぶりなんですけど、まあ、できるかな、まあやってみます。いきますよ。これ、はい、斜め45度、はい、パーソー、ちょっと待って、これカットね、はい、を混ぜてやりますよ。これ初めてですからね。はい、いきます。第1投目、一発でいきます。はい、はい、これいいそうだわ、マジで。このね、へこみ具合がね、何のモーハイの感触の日本のマジとすごい似てるの。これモーハイできる人ってわかるんじゃないか、これ。いや、次いきます。次、これ、はい、あー、これマンズだわ、マンズ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 。6番、マカオに住む日本人がおすすめするランチベスト10、そのうち1軒目ですね。はい、こちら、最新日本料理に、来ております。このね、最新日本料理屋さんのこのね、お肉分かるかな、このね、ステーキのねランチがねおすすめです。138なんですけど、すごい、ね、ボリュームがあってね、美味しいです。味噌汁が到着です。味がね、塩分控えめで、その飲みやすい感じかな、優しい感じです。お肉到着しました。いや、これを待ってたんですよ。これをポジチのおすすめする感じです。刺身もあるんですよ。はい、今ね、毎段しました。最後ね、こう食べ終わると最後にね、デザートも来るんですよね。はい、いただきました。おいしゅうございました。今はですね、堀内家の水がなくなってしまったので、ライライっていうスーパーマーケットに向かっております。スーパーマーケットで700以上の買い物をすると無料で家まで、ね、宅配してくれるんですよね。はい、ボイピアルクラブに到着しました。こちらでちょっと買い物の方していきたいと思います。はい、商品を選び終わりました。700まで買うと無料で家まで宅配してくれるんですけど、金額はね、すべてです。でも勘ですけど、出るでしょう、そんなにあれば。ということで、お会計、今ね、待ってるところです。 1185.5 700ね、余裕で超えてましたね。アバウトセブンデイズって言ってたんで、まあ、ちょっとパズラみたいですね、1週間ぐらい。こんな感じです。ライトアップステージに来ております。すごい綺麗ですね、これ。